鹿児島のサッカーを盛り上げたーい。キックオフ鹿児島。この番組はアマチュアからプロまでサッカーを頑張る皆さんに注目し、サッカーが好きな人はより好きに、サッカーのことを知りたい人にはより興味を持ってもらえるような鹿児島のサッカーに関する情報を何でもお伝えする番組です。厳しい寒さをはねのけ元気よく練習に臨むのは神村学園高等部女子サッカー部の皆さんです。彼女たちは年の瀬12月30日から兵庫で開幕する全日本高校女子サッカー選手権大会に九州地区代表として出場します。連覇っていうことにチャレンジできるのは我々しかいないと思いますので、もう一回ノビアで2試合して勝って優勝したいなと思います。実は神村学園は昨年度高校女子の2大タイトル、夏のインターハイ、冬の選手権ともに全国優勝の2冠を成し遂げました。しかし今年のインターハイでは無念の初戦敗退。その悔しさを今回の選手権で晴らし、今度こそ日本一連覇を目指します。そんなチームの中心にはセンターバックとしてディフェンス面を支えるキャプテンの井出口選手や、卒業後プロに内定している黒木選手ら、前回の日本一を経験している頼もしいメンバーが揃います。自分たちはその走るサッカーってところを、まあ、チームのコンセプトとしてやってて、そこだけは他のチームに負けない。目標は日本一で、まあ、去年の自分たちの結果にも負けられないし、まあ、そのためにもまず初戦に向けてしっかりいい準備をしていきたいです。さらに注目は前回の冬の選手権、当時1年生ながら5試合で4得点を挙げ大会得点王に輝いた三富りりか選手です。幼少期から磨いたドリブルやキックなど技術の高さは一級品で、今年は去年からポジションを変え中盤の選手としてチームの舵取りを担います。今年もその、まあ、点数を取ってチームに貢献したいですし、また得点王も目指して大会に臨めたらなって思います。今年の神村学園は後半になっても走り切るハードワークを持ち味としています。9月の県大会決勝でも豊富な運動量で終始試合の主導権を握り、三富選手のゴールなどで優勝。続く11月に行われた九州大会でも6連覇を果たし、九州1位で全国大会出場を決めました。さらに神村学園としては男子も全国大会出場を決めているため、男女揃っての活躍に期待。年末年始も選手たちの戦いに目が離せません。なお大会の模様は動画配信アプリでご覧いただけます。自分たちにしかその連覇できるチャンスはないので、今年も優勝していい形で終われたらなと思います。2022シーズン明治安田生命 J3 リーグ3位の鹿児島ユナイテッド FC、 前半のスタートダッシュ、伸び悩んだ終盤、いい時も悪い時もチームを一番近くで見守ってきたこの方に今シーズンを思う存分語っていただきます。田上豊のユナイテッド徹底解剖。鹿児島ユナイテッド FC の2022シーズンを田上豊応援リーダーと一緒に振り返っていきます。今週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。出過ぎてないですか？大丈夫ですか？大丈夫です。はい、すいません。3週にわたってありがとうございます。はい、今週もよろしくお願いします。お願いいたします。今週はですね、ぜひともちょっとどこよりも早く来シーズン占っていきたいなと。ちょっと早いんじゃないですか、鹿島さん、気持ちが。まだね、2022年なんですけどね。まあでも特別にやっちゃいましょうか。はい、ありがとうございます。はい。はい、まあ、その上でも、こう田辺さん、チームをずっとこうそばで見てきて感じてらっしゃる、こう鹿児島らしいサッカー、ここの部分への手応えっていかがですか？そうですね、まあ、昨年
ソの前ってこう同じ攻撃的サッカーというものを掲げてはいたんですけど、まあ、大竹監督体制になってから、まあ、球際の部分とかセカンドボール、ルーズボール、攻守の切り替え、そういった部分がより選手たちも意識するようになって、大竹ユナイテッドサッカーが浸透しているのかなっていうのは感じたシーズンでしたね。逆にそこの昇格に向けて課題となるところ、どんなところだと思いますか？シーズン長いので、はい、まあ、軸と言われる選手が例えば怪我だったり、カードによる累積だったり、まあ、そういった部分でピッチを離れた時に同じような温度でサッカーもできるし、戦術も理解してるし、雰囲気もしっかりこう、分かった上でプレーできる選手が何人いるか、選手層っていうところがものすごく大事になってくるのかな、はい、来シーズンどんなチーム編成になって、で誰がこう出てくるかっていうのもまた楽しみなところですね。そうですね、まあ、でも大竹監督のサッカー のいいところというか、大竹監督自身が基準が多分しっかりしてるんで、はい、こういう選手だったら試合出れるよっていう基準がおそらくあるので、だからみんなこうチームとしてもこれやろうっていうのがはっきりしてるのかなと思いますね。そんな中で来シーズンの J3 リーグですけれども、はい、まあ、J2 から降格してくる FC 琉球や岩手グルージャ盛岡、はい、さらに JFL から奈良クラブと FC 大阪という勢いのある2チームが上がって、合計20チームによる来シーズンになりますけど、どんな戦いになりますかね？そうですね、だから上から落ちてくるチームも本当に1年で上がらないと2年で上がらないとって、もう本当に必死でやってくると思いますし、逆にこう FC 大阪奈良クラブっていうチームは、僕らも J3 上がった年っていうのは僕も選手やってたんで、はい、失うものないので思い切ってできるんですよ。全チームとやるときにもう先輩チームなんで胸を借りるつもりでっていう思いで行くので、だから思い切ってできるんで、結構そういうチームは怖いですね。だから今年2022シーズンで言えば、いわき FC がまさにそういう感じで自分たちのサッカーを貫いて最後までこう突き抜けて昇格していきましたよね。下手したら今シーズンよりも、2022よりも2023シーズンの方が厳しいリーグにはなるのかなと個人的には思いますけど、はい、ただ鹿児島は積み重ねがありますから、大竹ユナイテッドのこう積み重ねたサッカーで、より球際も、攻撃的なところも強度を増したサッカーというものが出せると思うんで、僕は期待しかないですね。ズバリ来シーズンユナイテッドどんな成績を残せると思いますか？そうですね、もう分かりません嘘です、分からないって言いたい、もう本当正直は分からないんですけど、そうです、正直言ったらそうですよね。僕の思いとしては2022シーズンのサッカーを見て、で来シーズンのこう期待っていうところも含めて、まあ、優勝っていうところを大いに目指せる、チームに仕上がってくるんじゃないかなと思います。はい、そしてクラブの J3 初優勝に向けて、田上応援リーダーは来年はどんな1年にしていきたいでしょうか？僕の仕事としては、はい、こう選手を支えてくれる周りの方々と選手をつなぐだったり、選手のあこういう一面があるんだっていうところをより多くの人に知ってもらって、はい、もっと好きになってもらうっていうのと、あとやっぱりこうまだまだ鹿児島県内にもユナイテッドの試合見たことないっていう方もいらっしゃいますし、まあ、1試合でも多くスタジアムに来てもらったり、試合を見てもらうきっかけ作りが応援リーダーを通してやっていければいいのかなと。では田辺さん、来シーズンもチームともどもご活躍お祈りしております。頑張ってください。ありがとうございます。頑張ります、はい、以上田上豊さんのユナイテッド徹底解剖のコーナーでした。ありがとうございました。ありがとうございました。さて最後に視聴者の皆さんからいただいた写真や動画をご紹介します。こちらは黎明高校サッカー部の保護者の方からいただいた U16 サッカー大会の様子です。相手は強豪神村学園ですが、競り勝って先制ゴール、コーナーキックの緊張感、そしてゴールが入った瞬間の喜びが伝わりますね。試合は1対1の引き分けでしたが、今後に弾みをつける試合になったそうです。続いて社会人女子サッカーチームミゴカリッサから練習風景の動画です。今年4月に誕生したばかりの若いチームで、仕事とサッカーを両立しながら頑張っています。
将来の目標は女子サッカーのプロ、WE リーグ参入です。今後も女子サッカーの盛り上げ、頑張ってください。最後に川鍋サッカースポーツ少年団でプレーする選手の保護者から、 U12 サッカー選手権鹿児島大会で久しぶりのベスト16に入り、収穫のある大会になったそうです。また私も取材させていただいて、その様子も送ってくれました。ありがとうございます。ということで、今年10月に始まったこの番組ですが、早くも多くの反響をいただきありがとうございます。来年も引き続き鹿児島のサッカーの話題をたっぷりとお伝えしていきますので、よろしくお願いいたします。それではキックオフ鹿児島。